はい、皆さんこんにちは、かぜんです。こんにちは、たくです。デビューガチャ天空中央高校ダークエンジェル編といってね、はい、新しいガチャが参りました。うん、まあ、それと同時にですね、3600万ダウンロード記念キャンペーンも開催ということでございます。はい、はい、ガチャの方ですけど、3回目5回目で、SR 以上確定があるという感じですね。でステップアップガチャになっております。初回は PR どちらかいただけます。で SR はこの中からなのかな、全体かな。で、うん、3回目になると、新キャラのどちらかがいただける。で4回目 PR で5回目もどちらかです。で6回目になると、この、うん、強化 SR 選択ガチャ券もいただけるという感じですね。うん、で7回目から確率アップ。これで追うあれはないでしょうね。うん、まあ、持ってない人またはね50を絶対作りたい人、まあ、また45を絶対作りたいっていう人はまあが回すんでしょうけども、うん、まあちょっと性能も含めてまだ全然分かってない部分が多いので、まあ、ひとまず50連まではやろうかななんて思ってます。ありがとうございます。はい、あでもこんなの持ってますね。小ガチャですね。バナーナイキャラのみですね。50連まで見せていただけるんですね。なんかあんまみんな引かないっていうからさね。え、まあでもこれも何も昨日の発表が一番いけないと思うよ俺は。パズドラコラボ、うん、そうですね。だって絶対強いキャラ来るもん。いやルシファー級ですよね絶対ね。えってなるとやっぱりここをみんなね控えたい気持ちは大いにあると思います。うんうん、はい、私もそのうちの一人ではあるんですけども、まあうん、はい、いきます。10連目です。テーブルは見てからいろいろああだこうだ言ってきますか。いい、はい。まあただ逆にっすよ、うん、僕が今期待してるのはこれでサイリ、シノノメ、雷はもう別バージョン出たわけじゃないですか。西谷誠残されたのはその誠だけなんですよ。だから今後誠の出し方、はい、すごい気使ってますし、コナミさんが結構持ってる人も多いからね。虹谷の別バージョンはやっぱやばいんじゃないかなと思いますよ、ね。うん、なるほど。20連目いきます。ググりました。ここは確定ですね。一体おーっていう感じだよ。 SR 虹谷何枚目ですか。70枚ぐらい。恐ろしいぐらい引いてますよね。うん、今日もまだもう1回ぐらい見れそうで怖い。いきます。ここは確定でございます。20。おお、きた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 。さすが2枚きたぞ。さあここで PSR。 うわー、てねー。さあ45だと仕上げ限定ボーナス、まあポイントここですか。精神ボーナスと骨イベント率アップの効果。うん、でここで精神ボーナス8だ。精神たくさん稼げるっていう感じ。お化けって感じですね。精神お化け。うん、で、能力を見ていくとタイエース。おお、チャンスキャッチャー早球が追加って感じです。それだけ追加された、うん。高級消えてタイエースとかだったらよかったよね。いや、よかったですね。あと初級とか欲しかったね。うん、まあでもなんかワイルドな感じがまたいいですね。カニの食い方気になりますね。カニの食い方気になるね。タウンテから行くんじゃない。さあ PSR が気になるよ。さあ誰誰誰。 PSR が気になります。 PSR が気になります。さあ誰。安定した。おー、忍の目。おー、これはこれで良かった。ここで終了したい。レベル通常だと50で連技術ボーナス 12。ここはあれ広角持ってたっけ。こっちは多分一緒一緒。一発逆転とか持ってないし。あ、一発逆転持ってないですね。うん、行き過ぎた愛。うん、テーブルは一緒っぽい。ここがちょっと分かんないけど、まあ、スペシャルタッカーおそらくまあ20で練習効果アップ。ここが5か10です。なるほど。まあ東雲に関してはね素材があまりない。まあでも良かったですね。 PSR ゲット。
わかりました。いや、もう最初に50いくって分かりました、言っちゃいましたからね。となるともう雷くんの PSR、 もしくは東雲がたくさん欲しい。のめちゃん、かみちゃん、かみちゃん、いや雷たくさん来るな。あ、まあでもやっぱり普通に有能キャラだから、うん、美味しいっちゃ美味しいですよね。数言ったようにその45を目指す、50目指す、はい、上ではいいですね。なるほど。さあ50連目です。いきます。さあここも SR が確定でございます。はい、キラン。ちょっと待って、篠野です。あ、一枚。ああ、うん、まあこれはこれで。なるほどね。まあ通常バージョン50持ってるんですけど、ちょっとまだ性能見てからだよね。とりあえずこの SR45 作れるかどうかをちょっと今試していこうかな。またイベントがどんなかっていうところだと思うんですけど。うん。まずちょっとここね、あの開けますか。正直でもテーブル見ただけじゃちょっとうんっていう、わかんないもんね、はい、うーん、雷とその他ちょっと向こうの方に行っててもらえるかな。あの、言われてみると天空中央のタイミングから得意練習2つって始まったんでしたっけ。ああ、それぐらいかもね。虹谷かなんかからなんかそんな感じだった気がしますよね。虹谷、東雲、うん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 、東雲、俺よ、どうやって探せばいいの。とりあえず PSR と SR を向こうにありますか。 PSR、SR、 まあワイルドも行く、ここも行く、茶色な東雲、まあちょっとまず東雲くんからいきますか、せっかくなんでね。まず PR に R をいる2枚、うん、さあ行く、行く、行く、行かない。となるとステイかな。となると、そんないなかったですもんね。いないよね、通常の死の。あー、でも俺ね、50パーになっちゃうのか。うんとね、50を作るときにあのそのままポンポンかけてたりしたのよ。でプラス4までいってなんかの動画で5にしたんだけど、うん、ちょっときついかな。まあ雷さんいきますか。雷さん、雷後だよね。で雷の PR をここ、うん、ここは R もたくさんいそうですね。こっちは、あ、なるほど。ってことはまず、いやでもこれ通常バージョンの PR が多いから、通常バージョンに食わせた方がいい。そうですね、通常バージョン同士が PR はやっぱ 100% じゃないですか、うん、はいはいはい。反対ですね、指キャラボックスですね。PR いた、こっちに。あ、いないか。いないんだよね。じゃあここで PR。あ、もう探すの大変。レアリティとかじゃないな。まあなんとも言えないな。まあ PSR 当てたからいいのかな。我々の言うとこのぶっ壊れとか欲しいって思えるキャラってもう上限アップ持ってるか打撃キャラか練習効果持ってないとダメじゃないですか。なんかもうそうなってるよね。で例えば前回星空星光の守備、うん、得意練習守備で練習効果30持ってましたけど、やっぱ引かないですし、うん、ちょっともうきついっすよね、上限アップ以外のキャラって。1個しかいかない。雷とかもやっぱ強くなったのは
間違いなく強くなってるんですけどね。そうなんだよね。その精神ボナが、はいはい、お化け級に稼げるっていうとこだけ見れば、ただそれじゃもう物足らないとこが感じてしまってるのはやっぱりジョーギャップキャラじゃないっていうことですよね。そうなんですよね。雷さん、雷さん、これですね。でも R もいないんで、ここはこんな感じにしちゃう。ワンチャン5、ワンチャン5、だいぶワンチャン5。1は確定です。2、もう1個いこう。3、オーケー。おお、頑張ったね。こっからはきついな、これ。あ、なるほど、もういない。1枚ある。あ、もう使ったってこと。いや、まだボタン押してない。あ、押せる。こういうこと。2個いくだろ。4、あとは 50% ね。いくよ。50だもん。2個のうち1個引けりゃいいんだもん。ほら。おお。あったのあった。まあひとまず45になりましたよ、こっちは。まあ宮谷さんかけて、 R いるじゃん、ここに。まあいいや。ここは分かんなかったからね。まあまあまあ、こんな感じですよ。まあでも一回使ってみた方がいいよね。ただどこで使うかって言ったら、今の天空中央のあれ強化パワーアップでも50持ってるからさ。え、これを入れることのメリットねがどれぐらいかっていうところだと思うんですけど、ガチサクセスってなったら、うん、彼女キャラ3は絶対じゃないですか、はい、3は最低、うんうん、人によっては4とか5とか6になっていくわけで、うん、その3入れた後の野手の3、投手の3って上限アップキャラ入れたいと思うんですよ、うん、そうだよね。野手で言ったら佐伯、東条、シドレミあたり、はいはい、ってなると、でここそんなに絶対なのかっていうところも怪しいですよね。そうだよね。だからちょっとやっぱりみんな引かない人も多いと思うよ、うんうん、だって無理して取っとくところじゃないもんね。ですね。まあこういうキャラだったら別じゃん、はいはいはい、うん、でもそうじゃないもんね、うん、まあまあまあ、まあ、でも雷に関しては今後あるかも分かんないですよね、覚醒で。とりあえず虹谷に関してはもう絶対後々に最強キャラとして、そうだね、君臨するよ。別バーが君臨するのも間違いないと思ったんで今回、うん、はい。そうなるとその次にやっぱ天空で期待の高い雷は覚醒で化ける可能性は高いですよね、うん、なるほどね。まあじゃあちょっと向こうの方に行っててもらえますか。いやー、まあでもちょっと今後のガチャとかすげえ悩むなですね。もうパープルの日もあって自分は食べるようにしてるんですけど、うん、またこの時期っすよ。ちょうど1年前ちょうど1年前ちょうど1年前やっぱルシファーが出て、でパープロの日の前とか待って俺は弾けなかったんですよね。石田しかその時も100ぐらいあったと思うんですけど、確定が確かルシファーの時も50、確か50連目ってことね、うん、でどっちかだったんですよね。ガブリエルかガブリエル。だ今回もまあおそらくそういう出し方なのかなと思うと、50でまあステップアップで30、40、50、50で石消費してても220個、うん、使ってまたパープルの日を迎える、その先のパーちゃんとかも考えていくとあんま使いたくないというのが正直なところで。まあでも貯めてる人が多いとは思う中さ、やっぱり運営としてはどう使わせるかだからね、うん、だからタイミングで言うとやっぱ、うん、うまいことやってるなと思いますね。なんかすげえギリギリのラインでやってくれてると思います。もう少し遅い7月とかだと本当もうパープルの日に備えて、うん、だいぶ鬼畜なんでそれは。
まあ、何が出るか、うん、そこに期待ですね。はい、わかりました。ちなみにですね、次もう一回回すと選択ガチャ券がいただけるそうです。でこの選択ガチャ券っていうのはね、このキャラの中から選択できるということで、まあ、もしね東雲が本当に強いっていうんだったら、まあ、もう一回ぐらい引いてやろうかなとか思っちゃってます。そのぐらいですね。まあ今通常の50持ってるんで、まあ、そこかけることも考えたり考えてなかったりって感じです。まあでも一回は捨てですね。うん、うん、ですね。まあ皆さんもぜひともいろいろ考えてみてガチャの方を引いてみてください。ではでは、また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。